チャオ、イノリノです、本日4月4日火曜日、現在の時刻朝7時半でございます。私は今から名古屋に向かいます。金土日と3日間開幕戦、こっちで中日巨人戦あって、今日、本拠地名古屋で開幕あるので、ヤクルトと3日間の初日を今から見に行きたいと思います。りのりのチャンネルスタート。後ろに見えるあのバスで名古屋に行ってきます。はい、無事に名古屋に着きました。今からドームに、バンテリンドームに移動します。電車で30分くらいで行けるみたいなんで、行ってきます。大曽根駅で降りまして、今歩いております。バンテリンドームの近くにイオンモールがあるみたいで、そこになんか名古屋の名物のご飯ヤバトンとかもなんかあるみたいなんで、そこで始まるまでに時間潰して、とりあえずお昼ご飯食べようと思います。でドームのとこにあのグッズ、ドラゴンズショップがあるんで、そこで今年のグッズを爆買いしようかなと思います。今あの白のユニフォームしか持ってないんで、あの青の方も欲しいし、新しいユニフォーム買おうかなと思ってます。おー見えてきた。これだ、ドーム。イオンモールに到着。ここでご飯食べます。ブラブラしてみます。おいしそう。はい、ヤバトン食べ終わりました。めっちゃ美味しかった。ヤバトン目の前でなんか味噌かけてくれたの、めっちゃ美味しかった。しかもあのすりごま、ごまをかければかけるほど美味しいっていう、ヘルシーな感じするし、めちゃくちゃ美味しかったです。で、食べ終わりまして、ユニフォームに、下に仕込んでたユニフォームにこのまままっすぐ行くと、もう、あ、眩しい、見えない、見えてるか。バンテリンドームに着きます。まだ3時半ぐらいなんでちょっと早いんですけど、ドームなんとなく見たり、あのグッズも買いに行きたいんでね、向かいます。バンテリンドーム楽しみ。すげーかっこよ。ちょっと続いての、すごい、一人一人旗が、あ、祖父江さん、わーかっこいい。ドラゴンズショップに着きました。ドームの方のグッズショップに来ました。こっちも並んでたけど、もうすぐ入れそう。さすが名古屋、ココイチがある。ココイチドーム内持ち込み OK、 すげえ。でもさっきヤバトン食べたから、もうちょっと辛めのにしよう。すごい、すごい。最近星野さんにハマってます。お、近藤さん、すごーい、すごいよ。歴代のいろんな方がいるんですね。
では参りましょう。チアドラゴンズ2023で。一人風ライブに来た。フーライゴンの感じで今日の試合なんですけど負けました。今日も何気に3連敗です。大野投手はいいピッチングをしてたと思います。1500投球回もおめでとうございます。打てなかったですね今日も。なんとかして打ってほしいなと思いますね。明日は、先発が柳投手でまた頑張ってほしいと思います。なんとか打ってほしいですね。はい、そんな感じで私は帰ります。楽しかったです。またね。まさかの試合が予定より私が思ってたよりすげえサクサクと進んでしまい、めっちゃ早く終わって、帰りも夜行バスで帰ろうと思ってて、その時間がまで結構あったんで、あのフーライボーでご飯食べて、手羽先食べてやってて、そこでまたお店が閉店しちゃって、それでもまだ時間が余ってるっていうね、まさかの待ちぼうけになっております。ただいま、どうしようかなと思いながら、コンビニでも行こうかな、夜行バスを待とうと思います。はい、朝の5時です。帰宅、東京に戻ってきました。すがすがしい朝だ。高速バスで爆睡です。ふう、ということで名古屋一人旅終わり。お疲れ様でした。チャンネル登録よろしくね。